正体を見せろ。追撃成功。この敵は粘土属性が弱点のようね。粘土無効よ。厄介な敵ね。来い。奪い。敵ダウン。さすがジョーカー。抜けるぞ。頼んでるわ。ペルソナ。かけろ。やばい。敵を2体だ。動かないでも。これで総崩れよ。総攻撃タイム。終わり。よし。弱すぎて相手にならないね。この距離。正体を見せろ。逃がしてくれよ。追撃成功。これで負けたら承知しないからな。お、アイテムゲット。今なら殴れるけど。なら力の差を分からせる。クイーン、よし。今の大したことなかったね。暴いてやる。抜けるも相手なんて。追撃成功。強い上に耐性持ちね。氷結は厳禁よ。ペルソナ回避。そこが、ペルソナかけろ。やばい。クイーンが敵を2体だ。これどうするな。強い上に耐性持ち。彼はもう一人の俺だ。意外と硬いな。でかいのは誰ですか。いけ。残り1撃発。いざいけるか。今のはお見事だ。敵残り1体。あともうちょっと。順調だ。このまま行こう。さすが。さて。ゴー。
今よ。正体を見せろ。ここに怖いのか。こっちが。この敵は粘土属性が弱点のようね。エルフ！くらえ。なんだと？おお、ジョガー！バカな真似はしない。まあ、いいさ。気をつけて。どうだ。この手やめろ。モーナさすが。僕もここだ。そこか。おお、ジョーカー。ヘイ、ホールドアップ。まあいいさ。まったく。ところでさ。なるほど。我は汝、汝は我。そいつのゲットは初めてだな、ジョーカー。よし。暴いてやる。これを見ます？チャンスだ。こっち見ろ。そこか。早く帰る。良いクレーム再生持ちね。ここじゃ元気よ。一人我が半身意を示せ。ドロー。どう見ていいな。もっともっと待って。リソナだ。順調だ。このまま行こう。みんなお疲れ様。一歩前進だ。さて。宝箱発見だ。きっと
いいものが入ってるぞ。気づいた。おいおい。お？この雰囲気、セーフルームがある気がする。ここ落ち着く。座って休もう。じゃあ行きますか。廃人化に関するものが何も見当たらなかった。そこだけ気になるな。そういえば確かに隠してんじゃねえの。ここまで来たらもう本人閉めて吐かせりゃよくね。うん、私もそれでいい。ならいつも通り予告状を出してお宝をもらっちまおうぜ。いつにするかはお前に任せた。ちょっと休憩していきましょうか。何かご用ですか？
私に何か用でも。見るのですか、登録ですか、本当にいいのですね。囚人を正しき道へ、新しく生まれ変わるのです。総神宮へと変貌するようです。刑を執行するのですね。さあ選べ。貴様では扱いきれない。これで良いのか。邪魔では扱いきれない。これで良いのか。本当にこれが必要なのか。これで良いのか。これで良いのか。継承するスキルを選ぶのだ、囚人。かなりの力を授かって二人とも始めるのだ。よし。これで良いのか。継承するスキルを選ぶのだ、囚人。大きな力を授かって二人とも始めるのだ。
これで良いのか。これで良いのか。継承するスキルを選ぶのだ、囚人。いくらかは力を授かる。なるほど。よし。なるほど、これは強いペルソナです。継承するスキルを選ぶのだ、囚人。いくらかは力を授かっては、始めよう。よし。やめるのか、ジュスティーヌ。お前の担当だ。あなたの奇跡です。これですか。相応の代価は必要です。ではお持ちなさい。もう終わりか。光線さあ、刑を執行するぞ。辿るべき道は。過度な力は破滅を招きますよ。やめるのか。世話してやろう。選ぶがいい、囚人。終わりですか。時間です、囚人。帰ったか。
おい。怪盗やばすぎ。騒がないの。答えて。どうぞ。
ごゆっくりしていってくださいね。ありがとうございます。マジかよ。さあ、それでは。我が輩からの提案だ。おい、ちょっ、おめでとうございます。またお越しください。なるほど。よし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 。帰るとするか。帰ったか。
願いします。よし。行きましょう。ではまた。よーし。そうだ。はい。そうだ。グフフ。よく聞け。いいぜ。いいだろう。うん。頼んだわよ、ハル。うん。お父様の書斎にこれを置く。それでお宝が現れるのよね。予告状に気づけばそうなるな。肉親をやるのは怖いか。本当はちょっと。お前自身の怒りを思い出せ。何をすべきか教えてくれる。結婚は明日でいいんだよね。うん。泣いても笑っても一発勝負。お前たちよろしく頼むぜ。
よし。なるほど。よし。どうだ？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 よし。さてと。暴利を貪る強欲の滞在人奥村邦和殿、お前の利益と世界的な名声は従業員への非道で成り立っている。故に我々は全ての罪をお前の口から告白させることにした。ふん、心の回答弾より。厄介なことになる前に片付けておかねば。怪盗団から予告状が来ている。警察にくれてやっていい。くどいぞ。警察にくれてやれと言っている。私は不心得者から脅迫を受けたんだ。警察は善良な市民の味方だろうが。私は敗者にはならん。緊急の案件だ。今日中に片付けておけ。みんなに知らせないと。ドキドキしちゃう。どいつこいつも。やれやれ。つか、結婚日までバレてんの？今までとは違うパターンだな。自分で予告状を警察に届けるとは。ふてぶてしいやつだ。よほど改心されない自信があるか、あるいはそもそも警察と癒着していたか。私が言うのもなんだけど、それありそう。ちょ、コメント激増。これ見ろ。やっちまえ怪盗団。つうか怪盗出てくれんなら何でもいいわ。早くやれ。言いたい放題だな。もはや地位があるやつの土下座をただ見たいだけって空気だ。ゲームや映画じゃないっつうの。手段と目的が完全にすり替わったな。俺たちが娯楽として消費され始めている。けど行くしかねえだろ。今になってやっぱやめたで済むかよ。パレスが存在する以上、奴の欲望は確かに歪んでいる。早いうちに目をつむと思えば。
どのみち春の婚約者問題もあるわけだし、やるしか。やらねえぞ。今まで積み上げたもん全部なくなっちまうぞ。私もそれでいいと思う。昨日のお父様の口ぶり、反省は見えなかった。我が輩も龍二と春の意見に賛成だ。確かに大衆が変なこと言ってんのは気にはなるけどな。でも奥村は廃人化の犯人かもしれねえんだ。このままにはしておけねえよ。なんか隠してそう。すごいこと。そうよ、予告状お父様はもう見ちゃったんだし。いつも通りパレスのお宝取ってやろう。私には
暴いてやる。相手せず逃げるのも念動はダメよ。他の攻撃で攻めて。ヘルス敵王子外か。敵3体ダウン。ナイスジョーカー。別の手があるはず。よろしく。まだ終わらないぞ。ここはペルソナです。十分だ。暴いてやる。見逃してくれよ。相手せず逃げるの格下の敵ね。銃撃は効かないから他の攻撃を使って。おお、ジョーカー。ボコボコにしちゃう。なんだったよ。こちらレア。逃がすなよ。隠した相手ね。油断さえしなければ楽勝なはずよ。くらえ。セルソナ覚悟しなさい。敵全滅。クイーンさすがだ。俺たちの勝利だ。なんとかなったけど無駄な戦闘は避けよう。よし。ザーゴはいいから早く先進め。